どうも皆さん、こんにちは、ワトソンでございます。それでは、単発ホラーゲーム実況第30弾。本日やっていくゲームはこちら。ズグの日、ささやくおもちゃの家編になります。では早速やっていきましょう。Welcome to Toy House と。なんか、ズグの日シリーズにはあんまりない感じのメルヘンチックなタイトルですね。ご注意、とても怖いお話が始まるよ。苦手な子は大人と一緒に見ようね。おー、なかなか怖い演出ですね。おもちゃの家ってことは、子供が主人公なのかな？はい、操作方法は、左キーで移動、エンターキーで文字送りと。いつも通りですね。なんか奥の方にある人形が今怖かったね、説明の。アンティークトイハウス。おもちゃの家か。うわ、なんか人形めっちゃ見てるじゃん。わ、Welcome to the Fun Toy House. 魂魂おもちゃの家へようこそ。Go inside the house and go to the back. 家に入ったら奥に進もう。A lot of toys are waiting for you. たくさんのおもちゃとの出会いが待っているよと。一見楽しそうな雰囲気はしてますけどね。おー、あ、やっぱちょっと女の子だね。あれ？真っ暗？この奥に見える西洋人形がめちゃくちゃ怖い。てかなんか人形ってすごい無機質な感じがするから怖いんですよね。おー。明かりがついたね。あー、お人形がいっぱい。いい雰囲気ですね。まあ最初はね、ズグの日シリーズはね、中盤怖くなるのが、通例というか、そういうシステムだから。わー、cute girl。わー、かわいい女の子だね。誰が喋っているんでしょうか。序盤のうちはまあ進んでいきましょう。だいたいループものだったりするんですけど、今回はどうなんですかね。あ、奥の人形怖いなー。Welcome to the toy heaven。ようこそ、おもちゃの天国へ。誰が本当に喋っているんだろう。こういう、なんだろう、店のなんかアナウンス的な感じなのかな。さあさあ、どんどん進んでいきましょう。あ、なんか、おもちゃの家って本当に西洋人形だけじゃなくて、ブリキのおもちゃとか、本東大のおもちゃがある感じかな。うわ、怖えな、マジで。何あの奥の人形。あ、お外、暗くなってきちゃった。でもお人形、もっと見たいな。お母さんとかいないのかな、この子は。奥歯が動いてるね。Just keep going ahead. そのまま奥へ来て。マジでちょっと待って、人形じゃねえよ。怖くね？仮面とかさ。後ろの壁の背景が紫のせいでめちゃくちゃ怖い目に見える。やば。さっきの西洋人形も怖いけど、あんな感じの人形も怖いな。Go through the door. 奥の扉へ来てごらん。あ、扉どっか。いや、マジで怖い。人形ってほんと怖いわ。嫌い。まあ、日本人形にしても西洋人形にしてもさ、ずっとこっちを見てる無機質な感じがめちゃくちゃ怖いんだよね。え？さあ、扉が開きました。カモン？カモン？さあ、さあ、こっちへおいでと。あ、後ろに戻ったらやばいんじゃないの？いや、やばいってお前。ずっと奥行けって言われとったやん。Come on, tomorrow, again. 明日もおいでと。あ、戻れるのは戻れるんだね。なんか、進んだら奥に戻れない系かなと思ったけど。おー。次の日。ここはなんか、今まで史上めちゃくちゃ可愛い感じがするね。人形の鳥だけで。さあ、次の人。二日目もこの女の子はお店に遊びに来たんだね。なんか、顔が黒くない？気のせい。どうも来ちゃった。さあ、どんどん奥へ進んでいこうか。ちょっとここら辺から怖い要素が出てき始めるよね。また電気つく。お、ついたね。あ、顔元に戻ったわ。お人形、もっと見てみたいけど、あの扉の奥にもっとあるのかな？今奥の人形の目線がこっち向いたね。始まりましたよ。
恐怖シーン。シーンじゃないね。恐怖演出。You showed up again? 今日も来てくれたんだね。ああ、めっちゃ見てる。こっち見てるわ。また視線が動くんじゃないのあれ。パチャって言ってさ。あ、ほら見てるじゃん、こっち。あ、電気消えたわ。すごいなんかあれ、キューピー人形に見える。顔が。おぉ、鳩時計。ブリキのおもちゃとかが落ちてきそうな感じもするけど。おぉ、ちょっと。電気がやばいよ。こっち見てる人形。まあまあまあ、この程度だったらね、まだ、笑ったね、今。まだ大丈夫。You love dolls. 君はお人形が大好きなんだね。あ、ここにあった人形がなくなっている。さっきの窓に行ったやつか。ええー、どんどん動くのか。あ、こっち。We love you too. 僕たちも君が大好きだよと。絶対あいつも視線動く気がするんだけどな。このなんか聖母マリアみたいな人形。あ、扉に来ましたね。あ、ほら。やっぱ目、動いたわ。Many friends are waiting for you. たくさんの友達が待ってるよと。あ、扉開きました。うわ、手が来た。でも人形の手だね。カモーン、カモーン。誰なんだろう？行くのかな？行かない？あ。逃げる？あ、逃げた。あ、人形の目が動いた。奥に何があるんだろう？え？ We will be for you tomorrow as well. 明日を待っていると。さっきのあの読み方がわかんないな。結構達筆な感じで。雨降ってるね。次の人。雰囲気は可愛いんだけどね。わ、人形増えた。こっちを見てる。赤ずきんの人形かな、あれ。さあ、3日目。雨降ってるね。雨降ってきちゃった。めっちゃ呼吸が荒いね。走ってこっち来たのかな。わ、雷か。そういう演出で来るか。おー、ちょっと、首が動いたね。はい、ライトつきます。あ、首が戻った。お店の人、あの扉の奥にいるのかな？お家に連絡しなくちゃ、はい、目線が動きましたよ。音でわかんないのかね、この女の子は。てか、そもそも、動く人形だって思ってんのかね。I don't want to have you catch a cold. 風邪をひいたら大変だ。キャッチャーコールドで風邪をひくっていう意味ですね。さあさあ、あの人形も絶対動く。お、人形が逆に上に上がった。逆にってなんだろうね。人形は？うわぁ、顔めっちゃ怖。すげえ睨まれた。鳩時計が？鳩時計が動きまして、あの人形上に上がる？あ、上がったわ。やばいって、雷でドーンってなって、あの、座ってる人形がさ、ほらー、予想通りですよ。動きましたよ。なんか、チャッキー人形っぽいね。Do not be afraid. 怖がらないで。めっちゃ笑うやん。上がるでしょ、あれ。あー、逆に下がってきたわ。おー、寝てる？ Red take courage. 勇気を出して。寝てたら起きるでしょ、絶対あいつ。バチコンを目開くでしょ。あ、開いたよ。行くのかな、奥に。うわぁ、扉めっちゃ大きく開いた。え？引きずり込めるか、これは。カモーン、カモイン、ああ、入っておいで。入るか、これは。入っていいの？人形、お前。うわ、行くのか、奥に。まあ、戻るという選択肢はないからね、奥行きましょうか。さあ、3日目にして扉の奥に行きましたね。なんか、カーテンに覆われてて何も見えないぞ。影だけが見えますね。あ、奥には果たして何があるのか。これなんか、鳥のささやき声というか。ん？ Welcome？ 何それ。おー、ガラスっぽい演出。あ、本当にガラスだったわ。なんかアトラクションっぽいね。ああ、ガラスの奥のやつがさ、動くとかありそうな気がするけど。遊園地？
え、ここって遊園地なの？遊園地の中にあるおもちゃの家って感じ？遊園地だ！アミューズメントパーク。あー、やばいなー。もう雰囲気めちゃくちゃ可愛いけど。Everyone has waiting for you. みんな君を待ったんだよ。あ、この人形もいたね。あ、動かないか。めっちゃ動くと思ったけど、あの人形。Let's play together. 一緒に遊ぼう。あー、めっちゃキューピー人形っぽい。人形の顔ってだってああいう作りなのかな。This is a toy heaven. ここはおもちゃの天国だよ。だからこの人形目が怖いんだって。リアルなのも怖いけどさ、なんか水晶玉の一色の目もめちゃくちゃ怖いんだよね。絶対奥のガラスの人がおかしくなるでしょ。なんだ。うふふ、楽しいな。どうなんのこれ。え、こっから終わりとか次のパターンがあるのかな。紫の雨になったよ。次の日。なんか女の子めちゃくちゃ疲れてるような感じするけど。うわ、人形増えた。どんどん増えるね。そのうち画面を覆うとかあるのかね。え？あとか。しかもなんか女の子の立ち位置がおかしいというかさ。あ、座ってたちか。どうしたんだろう。お家に帰らなくっちゃ。もしかして行方不明の捜索届が出てるのは？おー、来ましたね。ついに、恐怖パーティーにですね。こっから本番か。あ、人形消えたわ。あー、雰囲気がまがまがしくなった。もうこの女の子、家に取り込まれたんじゃないかな。わあ、お人形がいっぱい。すげえぎこちない笑み。さあ、奥に進んでいこうか。おーいっす。スノーボールが割れた。Let's play together today. 今日も一緒に遊ぼう。いやー、やばいなー。あれ、顔がないぞ、あのキューピー人形。逆になんか下の、なんていうんだろう、あれ。紙に書かれた人形は顔っぽいのがあるね。はいー。はいー。ういー。めっちゃうるさいぞ、時計が。壊れてんのかな、時計。めっちゃ鳴るやん。おー。すごい。泣いてるし。泣いてたら別になんか怖くないね。落ちましたー。顔がなくなりました。うふふ。ああ、もうおかしくなってるね、女の子。うわあ、めっちゃ外に、人形と遊園地の 絵があった。絵というか影か。Do you want to play more? もっと遊びたいのかい？わ、吊るされた人形がほぼなくなってる。わあ、やばいなあ。わ、奥の絵もやばいし。Dad and Mom might get worried.パパやママが心配するよ。あれ？心配してくれてる。優しい。しかもここにあった聖母マリアの人形がなくなっているぞ。本当にマリアかどうかわかんないけどさ。人形落ちてきたけど何のリアクションもしなかったね。I think you should go home. 帰らなくていいのかい？私はあなたが帰るべきだと思っているよってさ。優しくない？すごい。もっと遊びたいな。あれ？案外、この声の主ってさ。女の子は心配してくれてんの？めちゃくちゃ優しくない？ OK, come on, いいよ、おいで。どうなんだろう。本当に女の子をこっちに引きずり込もうとしている声なのか、それとも心配だけどこの館には逆らえないから、そう言ってるのかっていう。ああ、後ろにも人形が取り憑かれた。シリーズ恒例ですね。何かに取り憑かれる。あ、奥行きましょう。人形なくなったね。なんか絶対鏡に映るやつやばい気がするんだけど。今日もいっぱい遊ぼう。あ、なんかちょっと元気になったね。こっちやばい世界なんじゃないの？あ、ほら、奥やばいじゃん。奥が本当の女の子だと思うんだよね。こっちにいる女の子はなんか偽物というか。
やばいな。ああ、人形ついてたね、今。もう雰囲気ボロボロじゃん。You can stay here as much as you want. ずっとここにいていいんだよ。もう、やばいね。あなたが痛いと思うと同じぐらいここにいていいんだと。I'm happy you become my friend. 君がお友達になってくれて嬉しいよ。ここは日本語訳通りですね。わあ、もうどんどん奥にいる人形がおかしくなってて楽しいね。It's a fun. おお、顔でかっ。おお、おもちゃが通った。顔でかいおもちゃはそんなに怖くないな。ああ、めっちゃ取り付いてるわ。どんどん増えるのかな、あれが。でも今までだとね、次の日っていうのが、次の日っていう、名称に変わるから、そっからが最後だと思うんだよね。うふ、ずっとここにいたいな。やばい。そろそろ。さあ、ブラックアウトして。さあ、消費どうだろう。まだ次の日か、これは。ああ、来た。次の日になった。音楽も壊れ始めたし、女の子の顔もやばい。こっち向く、もしかして。うぃ、落ちたー。なになになに？なんでこっち近づく？なんだい。俺、てっきりあれが正面向いて、わーって驚かしてくるのかと思ってしまった。わー、めちゃくちゃボロボロになってるじゃん、女の子。今日は血の雨が降ってるし。はい、人形めっちゃこっち見てる。うわあ、笑い声。やめて、ちょっと笑い声。はい、赤くなった。おう。とうとう女の子も人形にされる。お前も人形だって感じか。あれ、女の子の声が字幕になったぞ。おい、近づいてくるぞ、え、近づいてくるぞ。Don't you think you gotta go home? 帰らなくていいのかい？あなたは思う？帰ると？帰らないと？帰ると思わないのかいって感じか。あ、日本語訳通りか。はい、落ちた。おー、目が赤いね。雰囲気やばいじゃん、もう。おー。お前も人形だって感じで、どんどん操られていくな。めっちゃ来るじゃん。怖いな、あの人形の顔。I don't want to go home. お家に帰りたくないよ。おー、これは誰の声だ？女の子じゃないよね、多分。ああ、もう鳩時計も壊れてる。はい、浮遊生首。生首って言っていいのかね、人形の。I want to play with everyone here. ここでみんなと遊んでいたいよ。ういー、もうどんどんやばい雰囲気になってるね。ああ、めっちゃ覗いてくるわ。えへん、えへん。おいやっさ、うわーついに宙に浮いた。絶対あれだけの糸で釣られてると痛い気がする。Are you gonna live here all alone? ずっとここで暮らすのかい？やばいな、もう。もうなんか、少女の意識はない感じかな、これは。へんへんへん。熊の、いい人形の仮面と、天使人形が落ちてきたね。おー。めちゃくちゃ怖いになってるわ。Then go through the door は目が赤いぜ。それなら奥の扉に来たらいい。めちゃくちゃ充血したら今の。えいやっさー。でもね、そんなに怖くないね。確かにおどろおどろしい雰囲気あるんだけど、ここまでなんか、いっす。ここまでなんかなんだろう。突然なびっくり要素がないから。なんだ、そこまでついてきたのか、あの人形は。もうね、そこまでなんか、めちゃくちゃな驚き要素がないからね。もうこう見ると首をつっとるように見えるよね。怖いなぁ。あ、奥の遊園地に行くと女の子はどうなんだろう。前だと元気になったけどさ。あ、普通に歩いてるわ。やっぱここの女の子はおかしいんだね。あれ？お、釣られてる。うん？今度鏡の奥の女の子が、あ、
口元が、あれだ。人形と同じになった。あれよくあるよね。なんか、喋る人形みたいな。うふふ。鏡の奥の女の子は普通だな。どんどん女の子は人形にされてしまってるよ。おー、赤い雷鳴。あー、めっちゃ見てるわ。Everyone welcome you! みんな歓迎するよ。いやー、雰囲気やばいね。もう遊園地って感じじゃなくなってるじゃん。もうメッキが剥がれまくってるじゃん。You will get a lot of friends here. ここにもいっぱい友達がいるよ。でもなんか目がなくなったらそんなに怖くないな、人形は。まあ、怖いは怖いんだけどね。目がある方が俺にとっては怖いよ。パー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 。めっちゃ助けを求めてる。やっぱここは人形にされた女の子たちの慣れの果てなの、慣れの果てがいっぱいいるのかな。Let live here forever. 永遠に、ここで暮らそう。おー、赤い雷鳴、人形の顔を、そして無理やり動かされる顔を、おー、瞳が赤くなった。キル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 。やばいな、女の子もどんどん人形になっていくわ。鏡の奥は普通なのにね。鏡の奥がやばいのかな、これ。あー、どんどん顔が。これで終わりか ?I want to be here. 私、ずっとここにいたいな。もう女の子の声もおかしくなってるね。Playing with toys. おもちゃと一緒に遊ぶの。前がおもちゃになってくるね。It was a very nice place. とっても素敵な場所よ。鏡が割れて。I'm not going home anymore forever. もう帰らない。永遠に。帰れないの。間違いじゃないかな。鏡が割れて。もうこれは女の子が取り込まれたっていう意味なのかな。あ、どうなる?おお、これでエンディングかな、おそらく。扉の色が青くなったね。え、どうなんだろう、エンディングなのかな、これ。もともと遊園地だったっていう感じ、あれ。奥の写真を見ると。あ、ですね、スタッフさんで終わりですね。いやー。つぐの日シリーズね、これで第4作目になるんだけど、やっぱ面白いよね、つぐの日は。まあ、今回は、あのね、あんまり怖い感じじゃなかったね。雰囲気は怖いけど、驚かし要素は少なかったから、まあ、やっててめちゃくちゃ楽しかったから、個人的には。いろんなね、あのつぐの日シリーズがあるんでね、また、機会があったら遊んでいこうかなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。椅子に女の子が座ってますね。エンディングで。あー。もう、糸がありますね。操り人形の糸が。やっぱこの家は、おかしかったんだね。おぉ。老朽化した遊園地って感じか。ここにあった怨念とかが女の子を引き寄せたっていう感じかな。Next is your turn. 次は君の番だよ。ああ、消えましたね。あ、そういうなんか、おぉ、扉の音。そういう幻を見せる系のお化けなのかな。I'm shamed. おい、めちゃくちゃ怖がり。最後がめっちゃ怖かったな、一番。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、こちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。